かなか順調にロイヤルナイツを仲間にできているようだな。だがドゥフトモンもこちらの動きは承知しているはず。気を抜くんじゃないぞ。おお、伊達くんからの通信とは珍しい。おい探偵、今度は浅草に例の化け物が出たらしいんだ。私たちは今そっちまで手が回らねえ。様子を見に行ってくれ、頼んだぜ。今ので依頼をしたつもりなのか。これじゃあまるで町の便利屋さんじゃないか。ごたごたのせいで契約周りが曖昧になっているようだ。経営としては問題だが、この状況では仕方ないか。例の化け物、イーターが出現したのならば状況が動いたのかもしれない。さあ君の出番だぞ。場所は浅草だ。急いで向かってくれ。Thank you.
タク、何しに来やがったんだ。俺はこいつに用がある。邪魔すんじゃねえ。ちっ、厄介だな。
そこで見てろ。こんなことができちまうんだぜ、俺。これが末道がくれた力だ。食ってやる。もっともっと食ってやる。哀れな。誰だ。奇妙な気配を感じて来てみれば、おぞましい姿になり果てたものだ。お前はもはや人ではない。それがどうした。人間のままじゃダメだったんだ。だから飛び越えただけだぜ。そうならば倒さねばなるまい。せめて安らかに送ってやろう。邪魔をするな。たとえ友人でも感情で動いてはさらなる混乱を招くだけだぞ。その行為が友をさらなる闇へと突き落とすことになるのだ。人の言葉を返すうちにほふってやることもまた情けと知れ。ごたく並べてないでさ、来るならさっさと来いよ。まだロイヤルナイツは試してねえんだ。味見させてもらうぜ。てめえを食って強くなる。決着をつけよう。ロイヤルセーバー、これは防げまい。仕留める。バカな、なんという力だ。すげえ、すげえぞ。これが俺の力だ。これさえあれば、この力さえあれば。止めるな。彼をここで滅ぼさねば混乱が深まるだけだ。分かったぜ。十分に分かった。頭も妙に冴えてやがる。今の俺じゃあんたにはまだかなわねえ。もっともっと食らってから出直させてもらう。そんじゃまたな。逃がさんぞ。このままのさばらせておくわけにはいかん。おっせ。ねえねえ、今どこ。ゆうこっちが作戦会議したいから中野に来てって。ちょっと顔色悪いけど何かあったの。とにかく事務所に集合ね。詳しい話はそこでってことで。